こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はリズムの深さ、っていうことにお話ししたいと思うんですが、よく深いとか言われるんですが、まあ、スイングとかそういった、まあ、8ビートとかでもよくあるんですけど、深いリズムって何かっていうと、一拍の長さがこう一拍が長いっていうよく言うんですけど、よく皆さん勘違いされると一拍が長くなっちゃったら遅くなるだけなんですよ。で、一拍のこう要はスイングしてるリズムっていうのがタークタークタークタ、いつも言ってますが8分音符っていうのがあったとして、前の音符が長くなっていくことをターク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 スイングってね、タッカカッカカッカ、これはシャッフル、真ん中が途切れてる感じ、ガッガ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 、これもスイングするんだけど、ターク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 っていうこう音が前がこうなんか膨らむみたいなね、こういうリズムのことをこうスイングと言いますね。で、スイングしたリズムっていうのがあったとして、で、こう今図解出てると思いますが、ちょうど真ん中がスイングしてない、これイーブンでしょ。で、3連の3つ目ぐらい、ツクタ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 っていうのが青の、で、黄色だと16分の4つ目ぐらい、ツクツタツクツタツクタツクタツクタ、で、まあ僕がよく言って5連符の5つ目ぐらい、ハイライト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 、というリズムね。で、要はなんかそのどれがいいんですかってよく言われるんですけど、これはまあ気持ちいいか気持ちいいくないかなんですよ。で、最初に5連符で取ると不安定なんですけど、不安定だけど、なんかこう、僕が考えてるのはね、不安定だからみんな結構3連とかではめたがるんですけど、こう、要は安定してるとこって楽でしょ。でも安定してると進まないんですよ。だから不安定だから前に進んでいくっていうかね。だからこう、なんていうかな、こう、バレエのあの、この2で立つやつ、あれってすごい美しいって言われてるけど、あれってすごい不自然なんだけど、あれで立てるようになるとすごい楽なんですって。つまりそういうこう、なんかこう、分かると、ここの方が楽だし、ここの方がこう、美しいし、進んでいくし、みたいなところのポイントがあるんですよね。これを、まあ、アメリカでよく言われるのが、リズムのポケットと言われます。で、この進んでいくのがイーブンであったとしても、このフィールを感じるっていうのはすごい大事で、で、その、前のこうやって考えて、で、そうすると、例えば、こう、シンバルレガートやってて、3連。これだとね、足の位置がずれるでしょ。この辺、まあ、かなり上級者で聞き取りにくいかもしれないですが。っていうふうにやると、リズムが3連から16にいった時にカキッて切り替わるでしょ。要はフィールが変わるんですよ。で、これはこれでありなんだけど、ジャズでやってる時は、要は裏拍っていうのは全部、にいても足の位置が変わってないので、間の埋め方が変わるのね。で、間が3連に聞こえるところのちょうど中間みたいなところを取ると、そうするとなんかゆったりした3連3連だからって頭で合わせちゃうと、同じテンポでやった方がいいね。3連だと頭からのだと、深いやつでやると フィールが一緒だけど、まあThank you.
チェンジアップして変わっちゃうのね。つたとつたとつたたとつたたとつたたたとつたたとつくとつくとつくとのバスドラの位置を変えずに、割っていきたいってことね。なこれ僕気づいたのがね、なんかメル・ルイスがこのこういうの、これ16でやってるフィルと3連のフィル一緒だなって思ったことがあって、足の位置一緒なのに割り方違ってフィールかっこいいなと思ったのがまあきっかけで、まあ打ち込みの人から言うと5連符って言うんですけど、でもこれハイハット自体も溜めてたりとかする。結局ハイハットが深いっていうのも、深く取った分表拍は早く来るわけ、ね、だからさ3連のやつの5連になったら、うったどん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 ってこう頭がここは速くなるわけ。だからスピード感を感じるわけね。だからこう引っ張ったらどっかが縮むわけですよ。だからそれがあるから成立するのね。ところが拍が深いって言って長さを広くしちゃうとただ遅くなるだけだから、じゃなくて深いとこと浅いところが交互に来ないといけないわけなんですね。だから帳尻は結局合ってるってことなのね。だから自分はやっぱメトロノームのやっぱジャストが聞こえてた上で、それより前を取ってるか後ろを取ってるかっていうところをやっぱ調節しながら演奏してるイメージなんですね。あ、みんなこの辺にいるんだから僕はこの辺にいようかな、でもジャストはここだよねみたいな。やっぱり上手い人って感じてるヒールのジャストのところは一緒なので、そこを変えずにどんだけこう幅広く演奏できるかっていうところがすごい大事だっていうことですね。だから拍が深いっていうのはこれがね、エルヴィンとかたまらんのですよ。深すぎて、だから深すぎるってことは次の拍を越しちゃったりしてるんだけど、1小節で見たら合ってるとかね、デクスター・ゴードンとかもそれ2小節で考えたら結局合ってるよねみたいな感じだから、もう完全に1の裏なんだけどもう2拍目より後ろにいるみたいな、なんじゃそれって思うんだけど、全体でトーダリティで見るとすごく美しいところに置いてるみたいな感じね。だから拍を細かく見てなくて大きく捉えてるっていう感じ、大きく捉えたところでこう伸び縮みしてるって感じ、伸び縮みするから深く感じるわけですね。だから前が長くて後ろが短いと深く感じるってことだと僕は今思っています。間違ってたら教えてください。僕はまあ長年いろんなミュージシャン、アメリカとかのミュージシャンでやっぱり聞いてみましたけど、みんな大体この見解ですね。今までそうやってちゃんと教えてくれた人もやっぱりいるので、たくさんこう、まあメカニズム的にはこうなんだけど、結局体で覚えてないとできないことなんで難しいことですけど、といったところですね。なので8ビートなんかもだから、こう完全にメトロノームの頭合わせのメトロノーム8ビートじゃなくて、こっからちょっと後ろに、もうメトロノームよりちょっと後ろで叩くっていうと膨らみが出るってことなのね。だからこれが拍よりも後ろに行っちゃったらもうリズムは滑ったって感じになるんだけど、要はタイムをちょっとゆっくりにとる。だからバディリッチとかのドラムソロとかも8分音符多いでしょ。でも弾んで聞こえるね。だからこうやって頭合わせだけど、ちょっと前に、アクセントの移動で8分でやっちゃっていいよって言ったんだけど、頭で捉えちゃうとバタバタしちゃう。じゃなくて裏で捉える。っていう風にアクセントすると弾んでて、ハイハットに対してジャストじゃなくてちょっとずらすスニアを。これをどこまで後ろギリギリ取れるかっていうところがリズムの深さみたいなところで僕は理解しております。ということなので深いですよね、音楽ってね。だから縦で合わせきらないっていうところが面白いかなと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。